内見めっちゃ行ってバックレも多くて、これで職場までは15分ぐらい。スパイシー、スパイシーチキン。グッド。プリグッド。プリグッド。カラー。全部。ダツイ。これじゃシェアできないでしょ。おはようございます。おはようございます。お邪魔します。はい、どうぞ。じゃあ今日ちょっと夏希くんの LA 生活始まったってことで、新生活のいろいろ紹介をしてもらえたらなと思うんですけど、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。朝いつも起きたらどんな感じですか？朝起きたら、これがいわゆるベッドなんですけど、引っ越してきてから毎朝必ずベッドメイキング。ベッドメイキング。ベッドメイキングして水を飲みます。ね、アメリカで定番のブリタンの浄水ですね。浄水のやつなんですね。水飲んで。キンキンに冷えてるんで、とりあえず水飲んでコーヒーを飲みます。おお。じゃあとりあえずこのドンキで買ったこれしかないですけど。ポットがないからこれで。あ、それでまだやってるんですね。今引っ越してきてどんぐらいですか？今ちょうど2ヶ月。今2ヶ月。じゃあ今まだちょっとずつ家具とかキッチン用品とか揃えながらみたいな。そうですね。この家自体はまだ1ヶ月で、最初はあのアートディストリクトの方にいたんで、最初結構大変そうでしたよね、ここが見つかるまで。そう、まず物件が全然なくてここはもう即決で。結構内見とかも行ってましたもんね。内見めっちゃ行って、バックレも多くて。ああ、向こうのオーナーの見に行ったけどいないみたいな。いないみたいな。あとはなんかもう英語がもう不十分で現れなかったみたいな方も多分結構あったんで。コーヒーやってる間にちょっと、ね、家具とかの紹介してもらってもいいですか？まずもう僕の生活に欠かせない最重要アイテム、スローンのバイクなんですけど、500度で買いました。なんか800度で売ってたけど、なんか型落ちみたいな感じで。で、これで職場までは15分ぐらい。15分か20分ぐらいで行けるんで、ちょっとこれがないともう生活できないんで。まあ、雨の日はたまに Uber 使うみたいな。でもやっぱ LA の生活で車ないとしんどいなみたいなのは。いや、しんどいね。去年来た時はビーチとか行ったんですけど、まだこっち来て一回も行ってなくて、まあ、休みの日は勉強したりとか、そんなにこうゆっくり満喫っていう時間はまだないんで。カメラマンの優勢も誘っても全然遊んでくれない。いやいやいや、誘われてないから。僕が誘ってますよ、逆に。同じくだから。基本、夏希くんもあれですもんね、自炊してますもんね。そう、基本的には自炊してて。何作るんですか、普段？普段は、まあ、まず米、米必須。あ、でも炊飯器ゲットして。そう、キッチン充実してて、ちょっとアメリカっぽいなと思って。冷蔵庫も備え付けで、こういう感じのちょっと大きめの。これがもう元からここのアパートついてて。そう、だから電子レンジも冷蔵庫もない家とかも物件探すときにもちろん出てくるんで、キッチン込みでちゃんとなんか物件の情報を探さないと初期投資が多くなっちゃうとか。初期費用が。日本だとどういうあれですか、間取りになるんでしたっけ？いわゆるワンルーム、キッチンとリビングが一緒。外の風景もじゃあ撮ってみます。これが夏希くんの家からの外の風景。なんかいろんなエリア探したんだけど、治安がいい悪いっていうのがだんだん判別できるようになって、ここは治安いいかっていう。結構綺麗ですね、周りの建物も。そうそうそう。あの、こうやってコーヒー入れてるんですね。はい、で、まずこの一杯目はあの豆を蒸らします。はい、ね、大体こんな感じ。豆を。何時に起きるんですか、普段？7時頃には起きたいなっていう願望がありつつ、もうちょっと遅いみたいな。8時とか、なんだかんだで。アメリカの人やっぱ早いから、スーパーとかも7時ぐらいから始まってるから、まあそれぐらい目指して起きて、でコーヒー入れて勉強してみたいな。これはもう欠かせないですか？そうだね、これあの、何？アメリカ版
タバコ。ベイプ。ベイプ。3個持ってんすか常に。いやいや、そんなことないんだけど、これがまずすぎて。これね。そう。どこでも吸えるし、なんかいろんなフレーバーがあるから、息抜きにこれ、持ち歩いて吸うみたいな。まあ、みんなこれ吸ってるね。これみんな吸ってますね、本当に。吸ってる。コーヒーが完成しました。コーヒーが完成するわけです。で、ここで座って勉強始めるんだけど。勉強は何の勉強してるんですか？英会話だね。あ、英会話をやってんすね。このアプリ使って、環境音。環境音？これ焚き火の音だね。え、これは何なんですか？あ、流しながら？そう、集中できるね。で、これ設定してるから、これ終わったら2時間。これが終わるまで勉強するってことですか？そう。へぇー、まあ、なんかフレーズ集だったりとか、ちょっと今文法1から見ていいですか？どんな感じの。あ、もう本当に英語の基礎の本。平和な朝っすね。平和な。で、たまに朝早く起きた時とか夕暮れ時は、うちの社長にもらった革張りのソファーがあるんで、ひたすらこうやってコーヒー飲みながら、アメリカいるな俺みたいな。あー、チルして。ここでこの色、アメリカ人に絵が良すぎて、はい、信号とかで止まってるとさ、はい、なんかやばいねみたいに言ってくるから、はい、絶対外で止めたくないんだよ。あー、でもその声かけてくれるのいいっすよね、ね、アメリカの。本当にいいと思ったらすぐ褒めてくれる。ここがなつきくんの席ですか？自分の、まあ、とりあえず紙拭いてみたいな。拭いちゃったんだけど、拭いて、まあ、ある程度きれいにしてお客さん迎える。ちょっと時間的にもお腹空いてきたんで、あのランチを食べに行きます。で、普段、まあんまり買わないようにしてるんですけど、向かいにウオベイが、あそこ日本人がやってる牛丼とかチキンが乗った丼とかがあるんで、そこで、そこがなんか一番リーズナブルでいいかな。まあ、今日はこっちの韓国料理、韓国人がやってるお弁当屋さん。なんか去年来た時に米が全然食べれなくて、食べる機会がなくて、もうしんどいなってなった時に教えてもらって行ったんですけど、うまかったな、米が。で、戻ってきて、あ、戻ってきたよみたいな、結構仲良くなんか話してくれる店員さんいるんで、まあちょいちょい顔出して、なるべくお金使わないように。外食ほんと高いですもんね。えぐいよマジで。ここが行きつけの行きつけのキッチンバン。何をオーダーしたんですか？今日はスパイシーチキン。結構量もしっかりしてて、通合して店の前でちょっと食べてみたいな。そうだね。どうですか2ヶ月経って。別に今まで仕事が嫌でストレスがあってとか感じてたわけじゃないけど、変なストレスがないかも。あ、なんかすごい居心地がいいのかな、自分にとって。それが、なんか自分あんまりこう積極的なタイプじゃないんだけど、まあ、それこそこう街で声かけてくれたりとか、普通にそのチャリいいねとか声かけますもん、こっちの人たち、うん、だから自分もそういう風にこう声かけたりとかっていう風になってってるから、すごくオープンな感じになってる。それがすごい自分としては気持ちがいいから、自分が思ってた不安なんだったんだろうみたいな。大変なことより楽しいことの方が。そうだね。先輩。おはようございます。なつき、なつきくんはどうですか？見ての通りですよ。素晴らしい働きっぷりで。ブログ見て、見てる人めっちゃ多いもん。ね、こっち。それでだって来て
お客さんも結構います、ね、いるいるいる。リクエストされてるもの、逆にもうあのメッシュのやつはいいですみたいな。メッシのは見たくないですファンみたいになってるね。うん、K 君が出るとマジで伸びるらしいです、ね、あ、そう。じゃあ出演料もらおうか。結構ちゃんと部屋になってたっすよ、ナスケ君。あ、そう。俺今最近あのテーブルがなくなったからな。え、どういうことですか。来た時に同じ階の住人にテーブルいるみたいな感じで言われて、はい、何にもなかったから欲しいっつったらくれたの、テーブル、はい、あのテーブルと椅子三脚、はい、最近になってあの前あげたあのテーブルと椅子もしよかったら返してくんないみたいな感じで、ね、そんなことある。おーおーみたいな感じで最近返したからマジで家なんもないから、ね、最初はあのこっち来た時に英語で喋ろうっつって店のメンバーもいるしやっぱみんなが共有できた方がいいじゃん、そういうの。翌日には日本語で喋ったりシェアしないといけないことがありすぎて英語じゃちょっと足りない、足りない、ね、追いつかない、追いつかない。じゃあちょっと英語で2人喋ってみてください。 What are you doing? I'm taking a video. Okay, thank you. YouTube video. How was that?これじゃシェアできないでしょ。これじゃ大事なことがシェアできないで。結構いつも夏希くんに来てもらってる。そうですね、原宿の時から。お、日本の時からのお客さん。てか今日はここが初めてで、LA で再会って感じで。そうそうそう、夏希くんのカットはやっぱめっちゃいいですね。そうですね、一番しっくりできる安定の、はい、いいって言うしかない。こうやってアメリカ来ても来てくれるお客さんがいて、すごいよ夏希くんのカットスキルと人望ですね。じゃあもう今日はこれで撮影終わりますけど、引き続き頑張ってください。ありがとうございます。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。